ニコニコイーブニングゆうです。はい、今日から10月ですね。今年もあと3ヶ月か。早いなーねー。ということでコスプレも、衣替えをしてみました。はい、どうですか、これ覚えてるかな。あのね、こういう風にフードがねついてるタイプのコスプレなんですよ。そう、おしゃれじゃない。ちゃんとここにチャックがついててみたいな感じで、でスカートが、結構ミニスカート、うん、ミニタイプのスカートです。はい、どうでしょうかじゃあ今日はねこれで進めていこうかなって思うんですけど、まずはじめに今日はねとっておきのエチエチ作品を用意しました。それがこちらです。パンティー越しで072を久しぶりにしてみたんですけども、今回はめちゃくちゃやばいです。何がやばいかっていうと、今日履いているパンティーが結構生地がね薄めのタイプなんです。でドアップすると、ちゃんとね、くっきり形が分かるような感じあそこがねそうそうそう。で、連続行きしちゃったりとか、それはいいんですけど、あの最後らへんに、我慢できなくって言うね、潮吹きお漏らしをしちゃったんですよ。そう、うん、これで2回目なんですけど潮吹きお漏らししたの。今回は想像以上にやばくって、うん、なんかね今までで一番やばいあのお漏らしの仕方。最初ねあっちの方をお漏らししたのかなって思ったんです。でも匂いとか嗅いでみたら全然違うんですよ。あ、これほんと潮吹きだと思って、そう、あそこからねお尻の方までビシャーってね漏れてるんですよ。そのね映像も収めてあるので、ぜひあの本編で見てもらいたいんですけど、非常にやばいです。だから今ねすごい冷たいんですよそう、はい、結構ダイナミックに、やってる動画なのでぜひ今夜のおかずに見てみてください。本編は概要欄に動画を載せてるサイトのリンクを貼り付けてるので、そこからチェックして見てみてください。はい、今日は開脚チャレンジをしようかなって思ってて、久しぶりにね、みんなはどれぐらい足をバッて開けますか。ゆうまね、ちょっと開いてみるね。いきます、よいしょ。あ、これぐらい痛い、すごく痛い。45度ぐらいしか開きません。このまま倒せますか。あ、痛い、もう痛い痛い痛い、ほんと痛い。で今日はいろんな方法で開脚チャレンジをしていこうかなって思います。このまま立ったまま足をバーって開いてください。いきます、せーの、こういう感じ、だーって開きます。そうすると、あ、あ、痛い、あ、いや、痛い、あ、また張りしてるかのように痛い痛い、めちゃくちゃ痛い。これはやばいですじゃあ次、あ、続きまして、今度は壁を使って開脚チャレンジです。なんかね壁に、背中をくっつけるんですよ。そしてこのままねパカーンって開くらしいんですけど、できるかな。痛い、どう、開けてる。なんかさっきとあんまり変わってない気がするんだけど、気のせいかなあんま開いてないよね。はいじゃあ最後に仰向けに寝てください。このまま足を天井の方に向けてください。ピコン、はい、でこのままパカーンって開きます。せーの、パカーン、どうでしょう。結構開くんだよねこれ、意外に一番開くんじゃないかってぐらい。みんなもやってみて、すごい気持ちいいよ。そう、痛いけどね。そう、あー痛い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 、プル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 言ってるもん、プル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 言ってる足いやでも気持ちいい。はい、これだね一番は。よいしょ、いかがでしたか。はあ、ということで以上
久しぶりの開脚チャレンジでした。はい、よかったら今日のエチエチの新作、今夜のおかずに見てみてください。はい、じゃあ終わります。バイバーイ。